八重さの後は、フランスマシー出身のサッカー選手。ハダースフィールドタウン FC 所属。ポジションは FW。コートジボワール人とマリ人の両親を持ち、2000年に CMS パンタンのユースチームでキャリアをスタートさせた。その後、複数クラブを渡り歩いた後に、アージオセールのユースチームに移籍。カブリーグで14試合で25ゴール、17アシストを記録した。 2009年にプロ契約を結び、2010年1月26日、クープ・ドゥ・フランスの CS ・スダン・アルデンヌ戦でプロデビューを果たした。5月5日、オリンピック・リヨン戦でリーグ戦初出場を果たした。2010から2011シーズンはリザーブチームでスタートした2010年9月18日、FC ・ミュルーズ戦で蛍骨を骨折し長期離脱することとなった。 2011年11月6日、トゥールーズ FC 戦でプロ初得点を記録した。2013年2月1日、スタッドラバル戦で4得点を記録した。2013年7月、アーセナル FC へ完全一席。2014から15年シーズン後半は、クリスタルパレス FC に期限付き移席。2015から16年シーズンは、オランダエールディビジのアヤックスに期限付き移席。 しかし、途中出場3試合のみに終わり、2016年2月からは、イングランドチャンピオンシップのチャールトンに期限付き移籍。フランス代表として UEFAU-17 欧州選手権2010に出場した。ありがとうございます。